醜いアヒルの子は、1996年4月16日から6月25日まで、毎週火曜日21時21時54分に、フジテレビ系の火曜9時枠で放送された、日本のテレビドラマ。主演は、岸谷五郎。19年にわたって続いた、火曜9時ドラマ枠の第一弾作品。1997年4月1日に、春休みスペシャル。 1998年3月31日に涙の卒業スペシャル、2003年4月11日に涙の再会スペシャルがそれぞれ放送された。主人公は北海道の目満別在住で小さな小学校の教員である平泉元女。ある日、恋人と決め込んで猛烈アタックをかけ続けていた幼馴染の松永雅子が上京。同時に教え子の清も 父と暮らすとして、都会の小学校へ転校してゆく。その直後、生徒数減少によって勤務先の乙女別小学校の統廃合が確定。ガンスケは東京へ出かけ、マ子コとキヨシに会う。しかし北海道に帰った、ガンスケに真の自殺が知らされる。転校した小学校でいじめられ、新しい家族になじめなかったのだ。ショックを受けた、ガンスケは一年後、 東京の小学校に赴任。担任となった4年3組の生徒たちに、北海道では良い先生ではなかったが幸せな先生だったと挨拶。そして近くに住む雅子に、再びアタックを開始した。全校生徒数10名の小規模校と1学年3クラスの大規模校のギャップの中、迷い苦悩しながら成長していく、ガンツけの日々が始まる。 男子女子1996年8月21日に連続ドラマ全4巻1997年6月10日に春休みスペシャルが VHS 化された。DVD 化はされていない。ありがとうございます。